アンナさんってさ、はい、LINE ってすぐ返す人？全然返さない私あれ LINE のアイコンのとこのバッジが920とか溜まってる人。うそ、あの公式なんとかみたいなのもめっちゃあるし。あ、なるほどね。そう、あとグループでなんかわちゃわちゃ会話してるのを全部盛り上がりが終わった頃にそっと見てってやってるタイプ。そんな感じよね。めっちゃ魅力溜めてそうだなと思ったら案の定溜めてました、ね、そんなアンナ様のために、はい、今回私 LINE の小技を持ってきました。お、いいね、いいじゃん。それこそ今未読920とか言って、これは使えるやつちょうど来たぞと思って、うん、ちょっとね、うんうん、それをね紹介したいなと思って、はい、ご紹介します。じゃあ今日は LINE の小技特集ということで、はい、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ、今日私が紹介する LINE の小技は5つです。5つでは LINE の未読何個溜まってるんだっけ。930ぐらい。930、うんうん、その930さ、見る予定ある？いや、ないね。もう見なくても大丈夫なやつ、うんうん、そうだね、はい、じゃあそのね930未読になってるやつを一括で既読にする方法です、はいはい、これ結構あの公式アカウントとかやってる方とかだとね溜まっちゃうんじゃないかなと思うので、そうだ、ね、教えていきます。じゃあ LINE をねちょっと早速開いていきましょう、はい、LINE 開いていただいたら、はい、今ねこうちょっと画面見てもらうと未読になってるやつがいくつかあるんですけども、じゃあこれをちょっと既読にしていきたいので、はい、画面右上の3本線にチェックがついてるやつ、はい、押していただきます。はい、これね、はい、で押してもらうとここでねもうすべて既読っていうボタンが右上にあるんですよ。これをちょっと押します。はい、ポチッと。そうするとすべてのメッセージを既読にしますかってのが出てくれるので、これを OK 押してください。はい、押します、はい、そうするとはい、あ、消えた。そうです、なるほど。930ある場合はそれが全部既読になります。見たことある、うんうんうん、これねちょっと大事な人の LINE とかも、うん、もしかしたらちょっと一緒にやっちゃうかもしれないのでそこはちょっと気をつけていただきたいんですけど、うん、はい、一応さっきの既読にするやつなんですが、うん、どれを既読にするかも一応選べるんですね。なるほどね。チェックで一応選べるようにはなってるので、こういうふうにちょっと一瞬で既読にすることができるので、うんうん、まあ、これ結構ね、知ってる人もいるかもしれないね。あ、本当、うん、メールとかでもよくあるよね、普通なメールアプリでも、ね、これねできるようになってから私もね、うん、めっちゃ使ってる。あ、本当？そう。それでも結構あるんだね。だいぶ貯めてるね。いや、1週間に1遍ぐらいやるんだけど。そんな来るの？ライン。友達多いじゃないですか。いや、だからグループが多いんだって。そういうことね。はい。2つ目なんですけども、LINE 交換したい時です。LINE を開かずに交換することができる。なるほど。っていう技ですね。じゃあ LINE のアプリ、一番ホーム画面からやっていきますね。はい。じゃあこの LINE を長押ししてください。こうね。そうです。アイコンを長押しです。はい。そうすると QR コードリーダーっていうのが出てくるので、はいはい、それを押します、うん、そうすると、うん、もうこの段階で QR コードの画面が出てくるんですね。でこれで相手に出してもらったら読み取ることもできるし、うんうんうん、逆に自分の読み取ってほしい場合は MyQR コードってのを押していただくと自分の QR コードが出せるので、ね、これも一瞬で交換することができます、うんうん、これ便利だよね、うん、よく友達どこだっけ、メニューのアイコンどれだっけみたいななるから、これはいい、簡単3ステップ。そうです、3ステップ、うん、なんでこれからね多分それこそ今4月、今春の時期なので、うん、春ね、そうだね、結構人脈がね新たに変わる時期だと思うので、うん、こうパッと交換できていいんじゃないかなと思います。確かに使います。はい、3つ目、これで前回 iPhone の小技の時でもやった機能にはなるんですけども、うん、LINE でもできますよっていうものでちょっと紹介していきます、はい、位置情報サービスの共有、ちょっと前回はマップのアプリをタップした状態で自分の位置共有っていうのがあったんですけど、うん、ちょっと LINE の場合はそれがないので、うんうん、実際にちょっと LINE を開いてやっていきます、はい、はい、じゃあ LINE 開いてください。まあ、トークですね、トーク画面開いていただいて選びます。はい、はい、その中のプラスというのが左下にありますね。はい、はい、押します。押していただきまして、位置情報ってのがあります。そうすると今の Now の現在地が出てきますので、右上で送信、送信押していただきますと、はい、LINE 上に今の現在地が表示されます。なるほど。はい、
なので私これあのお友達を初めてお家に呼ぶときとかは、うんうん、もうこれで自分の家の中でペッてやって送信してますね。確かにここに来てって大体こう LINE で会話しながらここだよってやってることが多いから、うん、そうそう、この LINE のアプリ上でそれができるってことだよね。次4つ目です、はい、トークの内容、これはちょっと覚えといてねとか、うんうん、見逃さないでねっていう内容のものを、うん、トークの一番上にこう固定することができるんですね。なので例えば待ち合わせの場所時間、うん、トークで送った後にこれはちょっと常に見返せるようにしておきたいっていう時に使える機能、アナウンスっていう機能ですね。要はピン止めってことだよね。あ、そうそう、それそれ、うんうん、例えばグループとかだと、うんうん、結構待ち合わせ場所とか決めた後にいろんな会話が出てしまって、うん、待ち合わせの場所と時間遡るのめっちゃ大変だったりするじゃないですか。確かに、どこだっけみたいな、うんうんうん、なると思うので、それをちょっと固定していきます。はい。はい、じゃあこういう風に今トークね、4月13日、うん、19時東京タワーで待ち合わせ。はい。おしゃれなとこで待ち合わせしますね。これをちょっとね長押しします。長押し。はい。はい、ギュイッと。そうするとアナウンスってのが出てくるのでこれをします。うんうん、はい。これね。はい。はい。します。そうするともう上に固定されました。はんはんはい。この後例えばじゃあいろんな会話が。うんうん、いろんな会話を繰り返し、はい、繰り返し、繰り返し、どんどん上に上がっていきます。こんな風にあの今ね、うんうん、やり取りをその後繰り返したんですけども、うんうん、にもうずっと上に居続けてくれるんです。これねこう今後は表示しないって押した場合なんだけど、うんうん、これ自分だけが消えます。相手の画面、相手が例えば今後は表示しないって押しても、うん、固定されたやつは別の人は残ってます。うん、なるほどね。なのでもし自分が必要ないなと思ったら今後は表示しないとすると自分の画面からは消えるよっていうことですね。うんうん、はい、はい、田舎の母にスマホを持たせた時にめちゃめちゃ使った機能、うん、母が今どういう画面を見て操作に悩んでるのかとか、うん、なんか変な設定しちゃったんだけどこれどうしたらいいのとかよく言われるんだけど、よくかかってくる、わかるわかる。その時に母がどんな画面を見てるかを説明してもらっても説明してく、うん、うまくできないよ。そうだよね。だってさ、うん、設定のアプリって言ってもさ、うん、何って言われたりさ、え、じゃ あ, あのグレーのさなんかギザギザのやつとか言ってもさ、そう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 、え、何それって感じだったね。本当にそうで全然違うとこ見てたりとか、分かる分かる、あるんだけど、うんうん、その時に相手がどんな画面を見てるのか、うん、相手が見ている画面を共有してくれる機能、うんうん、リモートってことだね。あ、そうそうそう、うん、これでまずちょっとビデオ通話をする必要があるので、はい、一回ちょっとつないでいきましょう。はい、やほー。では画面シェアのやり方お伝えしていきます。右下の画面シェアってところを押してもらうと、はい、自分の画面が出てきます。自分の画面が相手に共有されますよってものですね、うんうんうん、で今回は私の画面をアナさんに共有しますので、はい、そうするとねブロードキャスト開始ってのが出てくるので、うんうん、それをね開始ってのを押してもらうと、はいはい、どうだろう、私の画面に見込んでるかな、なんか出てきたよ。あ、出てきてる、うんうん、はい、じゃあちょっとホーム行きます。はい、よいしょよいしょよいしょ。おー、はい、こうするとね今私の画面が多分見えてるんじゃないかなと思います。はいはいはい、はい、じゃあちょっとね設定画面でも開こうかな。はい、よいしょ、はい、うん、こうやって開くと今相手がどんな画面を見てるのかも分かるので、お母さんお母さんそこ一般一般押してって、うん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 、なるほどね、っていうのがリアルタイムでできるよってものですね。あ、これ便利だね。めちゃめちゃ便利なんですよ。確かに確かに、そうだから本当に今間違ったところ押してもすぐ気づける。確かに、そうなのでそこじゃないっていうのをね常にこう言いながら、うんうんうん、これねもちろんビデオ通話だから声もね、うんうん、通話しながら確認もできるのでいいんじゃないかな。なんかゲームとかもシェアできる感じだよね。あ、画面もね、そうだね、確かに、うん、今の自分のレベルを画面上でほれ見ろっていうのができる、うんうん、そうだね。でプレイの画面も見れるわけだよね。そうそう、なのでこれもあるので使ってみてください。はい、 YouTube の画面も共有することができるので、はいはい、例えばグループでさ好きなアーティストとかいた場合に関しては、うんうんうん、あの同じ画面同じ場面を一緒に見ることができるので、それもちょっと一緒にちょっと紹介します。はい、はい、じゃあまた右下の YouTube、 右下の画面シェア押してもらって、はい、YouTube 押しましょう。はい、はい、押してもらって、じゃあ Apple Style でも検索する。はい、Apple Style検索してもらって、はい、どの動画がいいかね。5000人行こう。はいそうすると画面の上にですね、うんうんうん、YouTube の画面が表示されて、はい、相手の顔を見ながら、うんうん、相手の反応も見ながら同じ
画面を見ることができるんですね、うんうんうん、これちょっと注意点があって、うんうん、このネットの相手のネットの環境とか自分のネットの環境によってはそこでちょっとズレが出るかもしれないんですけども、なるほどね、基本的には同じ場面を一緒のタイミングで見ることができます。リアルタイムだよね。そうそうそう、うんうん、これいいよね。いやこれ便利だよね。こんな感じでさ、お笑いのとか見て一緒に笑って、これ面白いんだけどって言いながらね、そう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 、うんうん、これ楽しいかなと思って、確かに確かに、はい、紹介しました。はい、じゃあね、LINE の裏技、小技、5つ紹介したんですけども、はい、今回私がね、多分紹介した内容って結構初級編になってくるかなと思うので、うんうん、知ってるっていう方も多かったのかなと思うんですけど、うんうん、知らなかった方はぜひちょっと活用していただければ、そうだね、より便利に LINE が使えるんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。今後も iOS 関連、Apple 製品関連の情報であったりとか、アプリの裏技、小技、そういったものをご紹介していきます。はい、このチャンネルが良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。